はい、じゃあ今からね、七輪で晩酌やっていきますね。とりあえず熱いんで、よいしょ、はい、乾杯。で、今日焼くのはね、こちらイイダコ。これね、干物にね、しました。ピチッとシートでね、今煮えちゃうんで、ピチッとシートで、ね、作ったんだよ。これはね、並べていくよ。ちょっと一味をかけるよ。七味か。これ見てください、めっちゃうまそうでしょ。ね、焼いていくよ。で、今日のね、おつまみはね、こちら、わかるかな。これね、うちの前の店で売ってるイカのね、山椒漬けっていうやつ、うまいよ。うめ。これ一味がかかるとめっちゃうまそうでしょ。本当はね、いいだ、ここに今卵があったんだけど、こいつは卵取ってあります。ちょっと一回ね、裏返しますね。よいしょ、これよいしょ。どうしてもね、こうくるっとなっちゃうんだよね、タコ。あれ、くっついちゃうね。まあ、こんな感じでね、くるくるになっちゃいました。で、もうちょっと焼いていくね、このままね。昔はこのイイダコもさ、めちゃめちゃ取れたんだけど、ここ最近本当に見ないよ。まあ多分どこの地域でも少なくなってると思うんだけどね、本当に見なくなったね。この日も10匹ぐらいあっただけかな、うん。ちょっと一回これこんな感じで焼けたんでね、これをこれいただきます。今回はね、ちょっとね、味が薄かったね。味付けが薄かった。まあ、辛いよりはいいんだけど、ちょっと薄かったな、これ。薄い時はね、マヨネーズをつければいいんでね。マヨネーズちょっと、薄ければこうやってマヨネーズつけて、またこのタコはイカと違ったね、この旨味があるっていうか。ね。こんだけ熱いとさ、タコとかイカだと本当に干物にすると煮えちゃうんで、まあ、今はね、ピチッとシートでやってます、ね。仕事場はね、冷風乾燥っていう乾燥機があるんで、それでね、干してます。熱すぎるもんね。でこういう時にね、干したい人はもう扇風機を回しながら干物にするとかね、しないともう煮えちゃうよ。逃げちゃうというのは腐っちゃうよってことだよね。だからそこら気をつけて、こう風をね、送って干す。そうすればね、大丈夫だけどね。まあ、とりあえずこれは後で食べるとしまして、次焼きたいのがあるんで、これね、丸干しを作ったんだって、醤油とあれで。これ焼く、今度はね。これいくよ、よいしょ。これ卵入ったまま、内臓も抜かずに、卵の下にも内臓があるんだけど、抜かずにもう醤油とお酒とつけてあります、ね。これもピチッとシートで一晩やってあるんだよ。まあまあ危ねえ、あっぷんね。これ卵はうまいからね、イイダコは ね。で、今日はね、いつもの方からもらったシャインマスカット、ちょっと食べかけだけどあるんでね、いただきますか。ちょっとこう甘いものでもいただきますかね。うまい。この上の食べかけはうちのじいちゃんが食べたんだよ。うまっ。チャイルマスカット最高だね。うまい。これはもう後で食べるとしましてね。暑いな、でも暑いからさ、まあ、ビールはね、めっちゃ飲んじゃうんだよね。気がつくと本数がめっちゃ増えてる。昨日とかも5本ぐらい飲んじゃったかな。昨日はね、このね、イカのね、山椒漬けでビール飲んでました。これ気になる人はね、魚広場来た時に、うちの向かいの店、おわさかわいさんで売ってるんでね、買って食べてみて。うまいよ。まあ、僕もこれ買ったんだけどね。うまい。これ見て、
なんかパンと破裂しそうな感じになってきました。内臓が出てきて、わかります？卵が入ってるからね、ちょっとじっくり焼きたいんだよね。もうちょっと焼くね。これちょっとこれまだ卵が半生なんで、もうしばらく焼いてきます。もうね、1本終わっちゃったんでね、2本目いこうかな。はい、じゃあ2本目乾杯。メダカもね、結構増えてきたんで、ちょっと見せようか。今ね、こんな感じ見えるかな。これ紅白メダカ、今こんな感じ増えてます。まだ今からね、選別していくんだけどね、これ一番大きい今年の子かな、ね、またあの選別漏れをね、魚広場に置いていくんでね、また欲しい人は持っててくださいね。イイダコの内臓がめちゃめちゃ今出てきます。漁師さんもね、あの船の上めっちゃ暑いらしいですよ。風がないと、このなんだろう、海のこの照り返しのこの光でめちゃくちゃ暑いって言ってました。冬は寒くて夏はめっちゃ暑いって言って、いやだよね、マジで。夏も冬も 暑いのも寒いのもね、いやだよなね。今日ね、七輪用にアマゾンで鉄板買いました。ちょっとちっちゃめのね。また今後その鉄板を使ってね、何か焼いていくからね、お好み焼き焼いたりとか。はい、もうね、こんな感じでね、焼けてきたんで食べますか。どうしてもね、卵とか内臓がね、もう出てきちゃうんだよね、焼いてると。こういう風にこれ丸ごといきます。ちょっと熱いかな、これね。あ、うまい。こいつはね、醤油と塩で干したんだけど、うまい。卵うまい。もう内臓はね、全部出ちゃったね。あの、なんていうんだろう、茶色いやつね。うまい。このね、丸干し、うまい。やっぱりね、内臓が入ってた方がイカも、タコもちっちゃければ美味しいと思う。で、次に焼くのはね、この干物作ったんだよね。これあのメゴチの仲間でヨメゴチっていう、ちょっと尻尾の長いこっち大きい、これをね、昨日作りました。あとアジを作ったんだよね。これ火から離してあるんでちょっと時間かかるんだよね、焼けるまでにね。でもこれショート動画で、あの結構いいアイデアだねって褒めてくれて、本当ね、ありがとうございます。自分で言うのもなんだけど、結構いいアイデアだなと思うんだよね、本当に。ちょっとこう弱った網を使って作るこの焼き台、こういう感じですね。これ今こういう感じね。今日はね、松ぼっくりで火をつけました。意外にね、うまい具合についたね。ワタポンがよく松ぼっくりでやってるんで、真似してね、やったんだけどね、上手についたよ。意外にね、このね、メゴチの干物うまいよ。僕何回か作ったことあるんだけど、これメゴチ干物にしてもうまいからね。いつもはね、醤油で作るんだけどね、今日はもう塩でみんなね作りました。今ね、届いたんで、これ買ったっていうね、あのプレート、これだよ。これちょうど7人にね、ちょうどいいミニサイズの鉄板なんで、まあ、今日はね使わないんですけど、買いましたよっていう報告。2本目終わり。3本目ね。はい、いただきます。あー、うまっ。今年はでもね、タコはね、めっちゃ少なくて、値段がね、ずっと高いですね。タコ、年々高くなってます。で、いつもだとワタポンたちが行くあの太平洋の方でね、タコ取れるんだけど、今年はね、もう全然取れてないですね。もうね、こんな感じで焼けたんで、いただきます。このこっちはね、塩よりたまりで干した方がいいね、醤油でね。
ちょっとね、皮にね、匂いがやっぱりあるな。たまにしちゃえばね、そんなわからないと思うんで、たまり干しがいいかな。ね、もう一個ね、これアジの干物も作ったんで、これも一緒に焼いていきます。結構油乗ってそうな感じだったよ、これ。地元のアジの干物、いっとね、ちょうど七輪にね、いいサイズなんで干物にしました。やっぱりこの魚によってはね、塩で合うやつと醤油で合う魚があるんでね、みんなもね、試してみてね。ちょっとね、今ね、こんな感じで、ちょっと炭が減ってきちゃって、もう遠くなってきちゃったんで、ちょっとこれをこう外してね、こいつを外します。ピッつって、もうちょっと近い火でね、やります。どうしてもね、遠火でやると上手にいくけどね、時間かかっちゃうんで、ちょっと裏返しますか。こんな感じ、油こう、わかるかな、めっちゃ乗っとるんだね、この味。まあ、知り合いの漁師さんだったんでね、もらったんだけど、これ分かるかな、ほら、あるな。で、干物にしたんだよね。これめっちゃうまそうじゃないですか、これね。頭取っちゃおうか、これなんかもう、これめっちゃ油あるわ。まずどうかな、味はうまいですよ、マジで。これはうまい。うまっ。塩ね、ちょっと薄かったけど、うまい。これはうまい。最近食べた味の中で多分一番うまいかもかな、これ。時期的に今いいのかな。こうだね、皮だけとりあえず取って、でこうしてね、めっちゃうめえ。これね、ちょっとこのマヨネーズつけてもめちゃくちゃうまいです。うまっ。この腹の骨のところはどうだろう。これね、腹骨も全部ね、食べれちゃうね。今日の味の干物うまいな。これね、上手にできました。干物がね、素材が良かったんでうまいね。最後にね、きついのがあるんだよな。これちょっともう金網がね、ダメなんで、もう使わないつもりだったけど、使いますか。これをこのまま乗っけると空気が入らないんで、こういきますか。今ね、こんな感じで乗ってました。これこういう感じだよ。高さ調節するやつの上に乗っけてあります。これとこのまま焼いてもいいのかな。ちょっと説明書読んでないんで、これ焼いた方がいいのかな、全般を。ちょっとじっくり焼こうか。今ね、説明しようんだら、これちょっとこれ焼いてくださいって書いてあるんで、今焼いてますね。これだから塗装を焼いてくれってことなんでね。で、これ焼き切るまでちょっと移動しよっか。はい、今ね、油を引いてね、ちょっとこう、なんだろう、塗装を焼いてるんだけど、なかなか焼けないんで、まあ、これ今日はちょっと焼いてね、ガスコンロでね、後で焼きます。めっちゃ時間かかるんで、ちょっとこれダメだな。これもガスコンロで後で焼く。またね、網の新しいのを持ってきたんで、最後にね、これでちょっとね、こういうウインナーみたいなのが売ってたんで、これ焼きます。これ気になったんで買ってきました。このなんかウインナーみたいなね、これなんだろう。これも最後焼いて、これ食べて終わります。もうね、炭がね、ちょっとこう減ってきてさ、火力弱くなっちゃったんだよね。
こういうウインナーうまそうだよね。ウインナーっていうのかなんていうのか、ちょっとこまめにね返しながら焼いてきます。お、いい感じに焼けてきましたね。めっちゃうまそうじゃないですか、このジュクジュクして。これうまそうだよね。でもこのウインナーみたいなやつ、これ油がこうジュクジュクね。もう少し焼いていきます。やっぱね、じっくり焼いた方がうまいからね、こういうウインナーみたいなやつはね。僕はね、じっくり焼きます。穴子の干物とかもこうやってジュクジュクするまで焼いた方がいいよ。穴子とかね、油のある干物はね、この油がこうジュクジュクとするまでね、ポジションを変えながらね、焼いていきます。火がつくとさ、すすがついちゃうんで、あんまりすすをつけないようにね。ぼちぼちいきますか。これからいきますか。これいただきます。これね、結構味がしっかりついてるんで、塩コショウいらないです。うまい。うまいな、これ米久の粗挽きソーセージっぽいような感じの味かな、これ。うまい。うまい。これうまいわ。これどこなんだ？ん？あ、日本ハムなんだ。これ日本ハムの、あれなんだ。うまいな、これ。初めて買ったけど、うまい。これおすすめ。マジで。味はあるけど、胡椒だけ振ってもいいから、うん、うまい。もう全部飲んじゃったんだね。これで終わります。ということで、次回鉄板使ってね、何かやります。ということで、バイバイ。うまかった。